今回は自己認識の精度を高めるというお話です。自己認識の精度を高める。自己認識とは、自分がどのような人間かを分かっていること。研究によれば 95% の人は自己認識ができていると思っているが、実際には 10-15% の人しか正しい自己認識をしていないと明らかにされている。最も大人が陥りがちな錯覚、年齢と自己認識は正比例するというのは迷信である。むしろ年齢を重ねれば重ねるほど、自分の外にある情報や選択肢は増え、自分が蓄積してきた体験や経験の多様性にも気づき、自己認識に揺れが生じてくる。自分の強みを知るには、この自己認識の精度を高める必要がある。自己認識とは、無意識を主役にする行為である。無意識とは、自分では気づけないもの、意識をしなくても勝手に出てしまうもの。無意識下の行動にこそ、生まれ持った才能や信念、他人に振り回されない本当の思いがある。ただ無意識であるがゆえに、自分自身の才能や気質、思考の癖、感情に気づくことは容易ではない。見る努力、知る工夫をしなければならない。自己認識の精度を高めていくと、私は他の誰でもない、私には私だけの強みがあると思えるようになる。そして自分自身への理解が深まれば、自然と他者にも関心を持てるようになる。相手はどのような才能を持っているんだろう、あの人のために何かしてあげられることはないだろうか、そんな風に思えたら、自分自身が持つ才能の種を開花させることができるはずである。自分を殺すな、武器にしろ。瀬戸和信著。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと、今後の励みになります。